はい、5月26日、アシズブリッジ恵比寿田です。今日は登山イベント上蒜山に来ています。ちょっと雨が小降りですが降ってます。駐車場までの、舗装路ちょっと戻って、標識に沿って今度は三保の林道へ入ってきます。牧場の真ん中を突き入ってきます。この辺ジャージ牛ですね、これね。おーい、こっち向いてよ。たくさんあります、滑りやすい急登、雨のために、滑りやすくなってます。結構、登ってきます。この辺はまあ辛いところですね。ガスが巻いてますね。はい、5合目です。あたりはすっかり、ガスですね。ようやく8合目着きました。ガスの中、ここは本来なら非常に眺めのいいところで、あ、大山が見えません。全然見えません。稲賀線も見えません。はい、この辺、片栗の種ですね。結構あります。登山道脇に結構あります。はい、またこれ樹林帯の中を歩きます。はい、この辺チゴユリの群生になってます。登山道脇ずっとですね。はい、雪笹です。もうちょっとですね。この辺は自然林の林床になります。ブナが多い。お疲れ様です。三角点行こうとしましたが、ちょっともうやぶでから引っ返しました。雨も結構、強く寒くなってきたんで、ここで昼食したいと思います。上蒜山の頂上です。はい、お疲れ様です。だいたい5度前後なんで寒いはずです。昼食もそこそこにして、降りたいと思います。寒っ。やっと5合目まで降りてきました。滑ら、誰もまだ転倒しておりません。慎重に降りてます。そっか、こけるの期待してませんか。期待してません。はい、14時40分駐車場へ戻ってきました。お疲れ様です。